リップチューズ。いやこれ、だって鉄板じゃん。マジ滑るっすよ、これ。マジか、高さが。ここは、ひどいよ、ほんま。いや、それだけ崩れるということですよね。この下、めちゃめちゃやばいっすね。今日雨でやべえんじゃないですか。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。死にたくないっすよ。慣れてます。え？あ、向こうがダメって。本来こっちがそうです。あ、そうです。これ県道ですか？県道ですね。すげえ県道。まだ多分レベル2ぐらいだと。マジでね。対向車。これでレベル 2ぐらいです。レベル8ぐらいなんだ。レベルマックスはダムでした。ダムで、あのバックで細い道を戻るっていう。あの前がもう行き止まりだって、これより細いんですよ、ギリギリなんですよ。でこれあれだよ、ポツンと一軒家で出てくる店やん。いや、そういう感じですよね。ひどいよ。いや、まだ大丈夫です。全然涼しい。クーラーいらんわ。軽トラが来てたってことは、まだ道は安全だという感じです。少ないですよ。停止した状態で、こんな感じです。やばくない？これいけるんですか？あ、大丈夫です。これでもまだレベル2です、これ。もう本当にやばくなり始めたら、これ砂利道になるんで。上から落ちてきた木が。やばいな。ちょっと目覚めました。怖いな。そのなんかちょっとなんかそのドキドキとか。あ、ドキドキ。恐怖心な。恐怖心。
ですね、この下がもうやばいですね。こっち見てください。うわ、これ死ぬかも。あ、チャゲさん、お願いします。あ、すいません。あ、なるんすね。なっちゃった。いやー、これやばくない？さっきこれ。そうですね。そうじゃろ。そうじゃろ。行けるんですか？行けます、行けます。もう本当廃道みたいな感じですね、これは。昔。ウォーキング登山コースじゃん。でしょうね、もう。332。
棒みたいなのが。おお、怖。お堂がありますね。なんかのこれ主要な道だったんですかね、多分江戸時代とか。ちょっとなんか開けてきた。開けてきましたね。おお、なんか開放感のある。何だここ。人が。なんか赤土ですね。なんかこれ。そうね。こういうのってやっぱあれなんですかね。なんか雨とか降ったら石垣がちゃんとできてますね。昔から多分林業が盛んだったのか。あ、はさかったかな。行きましたね。やってしょ。木が。まあいつか取れるし。うわ、ひどいわここ。これあれです、多分。林業のあれ植えたやつですよね。そうですね、人工的な。伐採して。暑いですか。いいですか。あ、いいですよ。うわ、怖。マジで怖いよこれ。やばいでしょ。正直。スリップって書いてある。そうです。あのスリップって書いてある。入り口です。カルツさん。感じ的には左ですね。
チャンケさん的にはもうこの道全然大丈夫ですよ。あ、全然ですよ。またなんかあのお堂みたいなのがありますね。休憩場所みたいな、うん、夜怖いって、あれなんですかね、これ井戸。お、なんか椅子がありますね。椅子があります、あのなんかこう監視所みたいな、なんか検問みたいな、なんですかね。通行料金取ったの？違うですね。通行料金。この先なんですよ、問題は。謎のね、さっきチャンケさんが言ったぐじゅぐじゅしてる道があるんで、最後の難関かもしれないですね。もうこれ終わったらあとはもう大丈夫らしいんで、大丈夫ですか。そうですよ。あ、峠道がくねくねになったんだ。下見えます。あ、下の道が見えるっすよ。やばこれ、本当にこれ一番やばいっす、これ。お前やばい。そのまんまですね、木がないんです。落ちたらもうアウトですね。
ベルだったら結構、まあ、悪い方かもしれないですね。悪い方ですね、だいぶね。ね、剣道一気に下がるな。パンクしたらやめるかな。え、あ、そうですね、どうしようもならんですね。通れないっていう感じじゃないですよね。まあなんか、ね、ちょっと通りたくないなっていうか嫌だなっていうか、まあ、危険度はちょっとありつつ、まあ、これは県道332号線の怖さっていう。
集落に。ジャケさんヘビ苦手で小盛りするんですよ、ね、好きなんですかヘビ。いやヘビ別にそんな特に何もあ絶対滑れんわここは。いやでも虫とかねいっぱいいますよ。ジャンケさん苦手な。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。